そのなんかこの大人が型にはめようとするところに子供は入っていかないんですよ。子供はどう捉えてどう感じているのかというものを大事ないといけない。ある、まあ、僕は自分の教会のことはあまり、ね、言いたくないけど、まあ、言ってるけどね、ネタにすることもあるんだけど、高校生でね、家庭内教育がすごいんですよ。うん。その時にね、お父さんが電話して、私会社で、今から1時間以上かかるんです、今から帰っても僕はもう同じ川口市内ですから、ね、分かりました、すぐ行きますって言った時に、もう心が重たかったんですよ。高校1年生って体は一応大人ですよね、ちょっと細くても。曲がり間違って、ね、僕が止めに入った時に殴られたらどうしようかなって思いましたよ。僕もね、男ですからね、カットでパーンって相手止めて、そうやった時どっちが悪いんですかって言ったら、俺も悪いんですからね。ある時はこうですよ、酔っ払いがね、いつも最近話すんですけど、酔っ払いがね、女の人の馬乗りマウントポジションになってバッチバチ殴ってんの。ありゃーと思って、僕はね、酔っ払ってるし、これ止めたら絶対僕にね、かかってくるなと思ったから、警察電話しようとも電話してたらね、一緒に歩いてたね、まあ当時の彼女が、すいません、止めてあげてんの、いや、俺は警察電話しようって、いや、止めてって、私が電話するから、その間止めて、それは死んじゃうっていうわけ。確かにすごい、バシバシ殴って、どうかね、ちょっとったら、なんだこれ、今度は僕にね、やっぱりかかってた。喧嘩したことない人が分かんないけど、ロボンパンチで、あーって、僕はもう本当に亀田の中心でした。そうですよ。逃げたらね、自動販売機にこう、この間、やばいって見えないって思ったら、パンチ当たらないと思ったんですよね、今度はね、僕の胸ぐらつかんだんですよ。やばいと思ったらね、これ投げようとするんですよ。俺もその時に切れましてね、逆にこう倒してですね、僕はマウントポジションなんです。で、マウントポジションになった時に、彼はここに僕のここ掴んでますから、夏だったからね、ビビって破けた。入れ墨がビヨンって見えたんです。その時に、サーバーバーバーまで消えたんです。俺はまた捕まったと思って、もう牧師、もう終わったなと思った時に、助かりましたよ、その女性がいましたから。この人が助けてくれたんです。って言ってくれた。そんで、その人が、よかったと思った時に、僕もずっと髪の毛を押さえてマウントポジションのまんま、こうやって言ったでしょ。たら、その女の人がね、ごめんなさい、私の息子なんですって時に、僕逆切れちゃった。バカ野郎、おい、おい、手出しやすい、バカーンってね、警察の前でマンホールやったら、ボンって一回やっちゃいましたけど、まあ、僕もそんなようなとこですよ。トラ箱に入ってね、で次の日の母さんがうちに来て、昨日ありがとうございましたって、茶封筒持って、それ薄い茶封筒で1枚見えてるの。これはもう、どっちかとブーって。だけど、これ、いや、そんなことでやったらいいから、ボランティアお金を取ってはいけないね。それが本当にボランティア。でもね、私たちお金取るときは、それは神様のために買ってください。あなたが、人助けのために、必要な時、僕1週間に何度手紙書いてか知ってますか、研修で。少なくても自分で3度、そのきっかけが大事、大変ですね。その切手紙使ってくださいって言うのだったら、それが、まあ、僕の語ってのは聖書の真理を語ってるだけで、初めからお金を儲けるんだったら、ね、営利団体すればいいんですよ、会社にすればいいんです。それも間違ってないですよね。ということですね。その空手内暴力のね、その高校生たちも車で行きました。行ったらね、もうね、家の中ガッチャンガッチャンで、廊下に靴が置いてあるのよ。みたいな、壁はもう醤油だの穴なの開いて、うわーと思って、こんばんはこんばんはって呼んでんのに出てこないんですよ。でおかしいなと思って、こう上に覗いたらね、ひょっこり子供とお母さん出てきて、その時にね、僕もね、まあちょっと嫌いで、バカラーってね、上がってたら、子供がひゅっと転がってから、よかったですけど、ね、あれでも彼だとボクシングやってるんですから、ね、うるせえよ、この野郎って、何かボクシングだよ、わーってね、感じた。ボクサーですからね。
ロボコパンじゃないですからね。シシュなんて俺逃げ出してパーンって困っちゃうなと思いながら、そういうこともしてますよ。それなんでそんなお金にならないことを、で犬も食わないような家庭内のことをやるんですか。愛してるからですよ。その子供を愛してるから、かわいいんですよ、すごく。食べてるのにしてって言ってね、天にますます慣れるためにかわいいんですから。でもなんかこういうこと突っ張っちゃうんだよね、本当に。子供の頃ね、教科学校行ったんだって、ね。でもそれで残ってんのよ、ぶれてもね。お母さん大変よね。今ね、金属バット持って夜中に出てったのなんか喧嘩してんじゃないかって、うん、そうだねって言うんだけど。どこ行ったか分かんないの。何もできないんだから、そこら辺がもう、あとはもう神様に任せる。でも、お母さんがそういうことをすぐに僕に報告するだけでも、存在の価値あるでしょ。何も言えないよりは。で、できるなら僕は人生に報道するし、できない時もある。でも、もうできなくても冷めない。それは自分のもうベストを尽くしているからです。もう一つ、言いたいことも、ちょっと、ね、僕もまとめてきたんですけども、その中で、このね、大切なことがあるんです。これね、ちょっとこれはね、ウェッジっていうね、グリーン社にあるあの雑誌で、まあ、ウェッジをしている方はね、結構あの高収入の仕事なわけです。ちょっと抜粋してみますと、新藤氏は進学校卒業後、母親が経営していたスナックを利用して日曜礼拝を行う一方、刑務所に服役している受刑者との面会や文通を続けている。一度道を踏み外した人を改心させるのは困難だ。更生は本人のやる気次第だからだ。しかし当初はほとんど集まらなかった日曜礼拝に平均30人近くの信者が集うなど、確実に成果が出始めている。これ今年の1月か去年の12月頃の記事なんですけど、人の僕のね、僕の言葉で書き格好してあって、人の意志は弱い、更生という目標があったとしても成し得ないこともある。だけど俺は、私は相手との間で、相手との関係の中で、ここは大事だな、相手にこう思わせたら勝ちだと、相手にどのように思われるのかから私が成功したと思えるのかというのは、神道は悲しませたくない。僕と関わっている、出てきた人たちとの間で、神道だけには悲しい思いをさせたくないと思えたら、その人は構成できる、ね。じゃあ人との関係で大切なのは、この人だけは裏切れない、この人だけは悲しい思いをさせたくないと思わせることが大切。それは技術的なこと、ではダメですよね。プログラム的なことでもダメ、心から本当に真剣勝負で向き合う、自発的な愛、自己犠牲がないとできないことですよね。上っ面のこと、いいことやって、言ってることやってることが違うって言ったら誰もついてきません。そういうことを言っているんですけれども、そう思わせるにはその心なんです。そしてこの後が大切ですね。だけど俺は相手との間で心道だけは悲しませたくないという人間関係を作る。そして、ね、自分も牧師としても人間としても不完全だから一緒に成長しようぜ。
いつまでもいつまでも僕はその人の先頭、その人の上に立つんじゃなくて、一緒に良くなりましょう、一緒に良くなりましょうっていうね、成長しましょうという、そのこれはまあ教会用語で牧会って言うんですけど、人を育て上げる、重要なポイントだって僕は言う。それをそうじゃないっていう牧師さんもいますよ。指導者としてしっかりその監督をしなさいよ。でも僕はそういうタイプじゃないので、どう考えてもね、どう見てもね、どう見てもそうじゃない。僕の経験から、僕の実績から言ってね、お前俺より悪いじゃないかみたいな。で、悪かったからこそそれが言える。だから一緒に良くなるわけよ。で、その後に僕がこう書いてるんですね。自分の気質は神様が与えてくれたものだから変えられない。性格は変えられないけど、気質っていうのは変えられないというか、心理学で言うでしょ。気質っていうのは変わらない。でも、性格は変わることができますよ。でも気質が変わらなくても、それを生かして、それを伸ばしていくことができるんですよ。それをいい方に持っていく。これが私たちの役目なんですね。それで、牧師がみんなおとなしいとつまんないですよ。しかめつらで同じ話したら面白いと思います。僕はこのままここに座ってですよ。ここに座って。心臓です。こういう話し方じゃ全然心入ってこないんですよ。それから大人の仕方はつまんないですよ。で、人との関わり合い方も僕は明るく楽しくやりましょう。心機臭い、硬い、ね、難しい、つまらない、このね、3つがキリスト教会ダメですもんね。伸びている教会ね、っていうのは明るい、若い者がいる、ね、そういう教会が今ね、ゴーンと見える。教団の名前出さないですけど、もう賛美会一辺倒のいうところはね、今もう本当老人ホームみたいな。若い人じゃない。若い人来てもね。神は愛。